とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩り、周回していきたいと思います。メッセージもらいまして、今日は古代狩りをするのでということで、参加させてもらってます。さあ、何体ぐらい古代に出てきて、いいのがいくつ出てくるんでしょう。まあ、多分、1個ぐらい出てきてくれるんじゃないでしょうかね。いきます。それではまずは1体目ですかね。 OK です。いきますよ。よっしゃ。ハズレか、勇者かミステリーもしくは英雄が当たりですね。一発目、俺、外れでした。二体目。あ、俺、ちょっと待って。興奮装備します。OK です。よし、OK。どこだ？早いな。倒すの早い。やった。出た。俺、英雄、出ました。青、ミステリー、ミステリー。素晴らしいね。今回なんかいいのが出る気がする。お、これ、いいかもしれないね。まあ、黄金のね、ビーストボスはいまいちだけども、下がさ、稲妻フォーカスでしょ？で、真ん中をデスバーターで、右を重力パルス。どうかね。今回のアップデートで、カバンの範囲が狭くなったでしょ？そこをあえて、重力で集めて、カバンをぶち込むっていうやり方。どうだろうね。デスバーターで一応保険もついてるんで、一応買っとこうか。なんか、いいような気もする。一応買っときます。これが4体目ですかね。いいかな？いきますよ。どこだ？そっちか。しゃ、何？お、ミステリー。勇者勇者ミステリー。おー、いいっすね。どうだろうか。まあまあ、一番最後に報酬は見てみますので、お楽しみに。次はどうでしょうかね。いいかな。まあ、もういいんだろうね。どうだ？頼む。勇者か英雄。なんか、めちゃくちゃ。重かった。英雄ミステリーファイアボルト。おお、英雄が今2つ目ぐらいかな。 ありがとう。ありがたい。俺も OK です。いきまーす。早い早い。あ、やった。あ、次勇者だ。おお、ミステリー英雄。おお、結構出るね。ありがたいよ、本当に。なんか一個でもね、出てきてくれれば嬉しいね。それでは、行きましょうか。いいのかな？押されてたね。行くぞ。何？外れか。あ、でも英雄ミステリーも出てるね。いいよ。それでは、戻ってきました。1時間半ぐらい周回しましたかね。1時間半で結構出たと思います。報酬見ていきましょう。ツタの鞭の次からだね。ツタの鞭の次から。まず、爆発のクロス棒。はい、いりません。で、もらったやつもあるね。影の衣。おー、すごい！ポーションバリア、デスバーター、雪玉、クールダウンか。おー、すごい。素晴らしいやつ出てるんだな。ありがとうございます。そして、輝くローブ。あ、これ俺が買ったやつか。俺が買ったやつで、雷フォーカスとデスバーターと霊気がついてるやつか。なんか、今思うとちょっと微妙な感じだな。普通の感じだね。まあまあ、デスバーターあるから、一応耐久力は高いんでいいとしましょう。爆発のクロスボウだね。で、これももらったんだ。あ、なるほど。影凸の山猫アーマーか。
はい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 。あ、なるほど、すごいね。影の突撃と、デスバーター、そしてクールダウンと、ポーションバリアがついてます。おー、素晴らしいやつだね。で、ファイアボルトスロワー、これはいりません。あ、結局のところさ、そんなに出てなかったね。英雄が2つと、ミステリー1個と、勇者が1つか。こんなもんだったな。では、下の英雄から見ていきましょう。お!クールダウン!デスバーター!ああ、いいね。これ、黄金で、ポーションバリアついてたら、採用。うんうん、一番右も、霊気ですごくいい。どう?影の爆発か。影爆発か。いらないかな?ポーションバリアついてないとちょっと、使いにくい。で、こっちから行こう、ほい!デスバーターはある。あー、ダメだね。クールダウンがついてないから、ダメです。必須エンチャはクールダウンとポーションバリア。あー、臆病ね。ダメです。こっちは?ダメだな。雪玉だけか。いいのは。ダメ。ミステリー、どう?微妙だな一瞬だけ無敵になるはいいんだけど、クールダウンがついてないな。ダメです。はい、まあ今回の収穫としてはまあこれだったかな。クールダウンとデスバーターがついてる、まあカバンビルド用の輝くローブ。いやー、いらなかったかこれ。ポーションバリアの方がね使えるかもしんないな。ポーション割り付きの、輝くローブの稲妻フォーカスは持ってるのよ。なんでそっちの方が良かったかな。あ、まあまあ一応倉庫にでも入れときましょうか。いや、上にもう一列あったわ。もう一個あった。勇者。あー、ポーションバリアついてる。まあまあまあ、クールダウンないんで、ダメでしょう。影凸もついてんのよ。影凸クールダウン。だ、よかった。ダメ。英雄。ダメだな。はい、ダメだ。ということで、今日は、古代狩り集会に参加させてもらいましたけども、俺はいいものは出ませんでした。まあ、難しいね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。